はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。こちらの低電流ダイオード、だいたい1ミリアンペアぐらいの電流を流すような低電流ダイオードになっています。そしてここにもですね、別のタイプの低電流ダイオードがついています。これは6ミリアンペアから8ミリアンペアの電流を流すような低電流ダイオードです。これはどこについているかというと、電源が入ったことがわかるこの LED についているわけですね。当然 LED 皆さん抵抗つけますよね。普通の固定抵抗をつけますと、この両端の電圧 6V から 24V まで変化するわけですから、電流値が当然大きく変わりますよね。何倍も変わります。そこを変えないようにですね、いつも一定の電流量でこの LED を光らせるためには、このような低電流ダイオードを使うのが一番簡単な方法です。それではですね、モデルを作るためにデータシートからこのグラフを抜き出してきます。これは横方向電圧、縦方向電流のグラフですね。今回使用するモデルはですね、この E-822 というモデルとこちらの E-102 というモデルなんですね。この2つをですね、この画像からプロットデジタイザーに読み込ませてデータを取得します。プロットデジタイザーで処理をしたグラフがこちらですね。このようにですね、グラフの点を拾ってくることができるわけですね。このような形でウェブプロットデジタイザーでデータをデジタイジングできるということですよね。これに関してもですね、このやり方、動画がありますので概要欄に書いておきますので、ぜひご覧になってください。そうして得られたデータをですね、ここにペーストして、こちらにですね、テーブルデータとしてこの先頭にプラスのマークがつくようなフォーマットに直すわけですね。それを822と102の2つに対して行うわけです。今現在見てるのが822の方ですね。そしてこちらが102のものなんですけども、数値が変わってるだけで、見た目は同じですよね。そしてそのテーブルをですね、このようにライブラリーとしてサブサーキットの形で、この G1 という、電流源ですね、こちらにテーブル値として、この赤い文字のところがそうなんですけども、このようなフォーマットで作るわけですね。今ここではですね、102ですね。そうやってテーブルをペーストしたあと、ここもですね、こちらは822ですね。そしてこのようにここに書くわけです。この赤くないところのフォーマットはどうなってますかっていうふうなことなんですけども、それはですね、もともとこのような回路で、このテーブルイクオール括弧の中に先ほどのデータを入れたというふうな形になっているわけですね。ここではですね、ここに複数行を実は入れることができないので、こういうモデルを作ってネットリストを出してですね、でさらにそのネットリストに先ほどのテーブルを追加するというふうな形を取るわけです。テーブルを追加する前のネットリストはこのような形になっていて、ここにテーブル値が入るわけですね。この部分にテーブル値が入るわけです。こちらの回路図がこのようなネットに展開されているということですね。それで出来上がったのがこのようになっていて、102から始まるものと、こちらの822から始まるものの2つ、1つのファイルの中に収めるということですね。そうしてできたライブラリをですね、ここに持ってきまして評価をするわけです。0V から 50V まで可変して電流値がどうなるかということですよね。今 E-102 を評価しようとしています。
まあ、このような形になりましてね、ここがデータシートから取ってきたカーブになっているわけですね。まあ、ちょっとこの辺歪んでるように見えますけども、でもう一つの822の方はですね、これを右クリックしまして、ここでこのようにプルダウンを出しまして822を選ぶということですね。822が選ばれました。まあ、それでシミュレーションします。まあ、今度はですね、このように7ミリアンペアぐらいのところまでのグラフになっているわけです。まあ、これ両サイドね、ちょっとこのように変になって見えてますけども、まあ、このエリアでは使わないので、まあ、この場合大丈夫かなというふうに思います。まあ、あと部品としましてですね、あれって思うことがあるんですね。まあ、こちらで使っているこのチェナーダイオード、これ 5.1V のチェナーダイオードなんですね。私の手持ちで一袋余っているので採用したんですけども、まあ、これですね、まあ、5.1V とか 5.2V のチェナーダイオードは、まあ、標準ライブラリーにありそうなものだというふうに思って、まあ、ここにおいて標準ライブラリー、まあ、見るんですけども、まあ、実はないんですよ。まあ、そこでこれも仕方がないので、まあ、私の手持ちの部品をですね、測定してモデルを作ってみました。まあ、モデルの作り方はこうです。測定した部品をここに置きまして、そして最も近そうな部品をやはり標準ライブラリーから持ってきて、まあ、それのですね、パラメータを調整することによって新しいモデルを作るというふうな、まあ、そういうやり方をするわけですね。まあ、こちらの測定したデータはどういうふうになっているかといいますと、まあ、このようにですね、測定したデータでグラフ化したものなんですね。まあ、こちらただの電源になっているわけです。ですからこれシミュレーションしますとね、まあ、これシミュレーションしますとこのようになります。この茶色がですね、こことこことのですね、逆バイアス高幅電圧、つまりチェナー電圧ですね。そしてこの下がですね、今ここのモデルを作るところで作っているモデルの高幅電圧ですね。で、測定したのはですね、やっぱりアナログディスカバリーなんですけども、ここでですね、大レンジとマイクロアンペアの小レンジの切り替えがありまして、そこのつながりがですね、ほんの少しつながっていないんですね。まあ、ですけども、今回使うのはですね、この辺の帯域なので、まあ、微弱電流の方のグラフに合わせた形でモデルをフィッティングすると、だいたいこんな風なカーブになりますよね。まあ、出来上がったモデルがこのような形でですね、製品がですね、HZ-5 というふうな製品なんですけども、まあ、これでですね、高幅電圧、逆バイアス電圧ですね、ここにありますけども、5.1V というふうな仕様の部品になりますね。まあ、そういうわけで、最終的にシミュレーションも出来上がったものをですね、実際に作って、今ここに写真に見えているようにですね、実際に作ってみて、まあ、できたかなって感じなんですけども、出来上がってからやはりですね、つまみが軽くて小さいのでですね、電圧の設定がちょっと触ると狂ってしまうという、まあ、なんか変なこともありますけども、まあ、シミュレーションして作るので、まあ、大きく外れるっていうことはないんですね。なんかちょっと考え違いをしてますとね、全然違う動作になってしまってて、まあ、基板かなんかで部品交換するのは楽なんですけども、こんな風に手作りで作るときはですね、もういっぺんつけたものをなかなか外すのも大変で、まあ、1回で作れるという風になっているのが、まあ、楽なところかなと思います。まあ、ただ残念なことにですね、今回1回で作り上げようと思って、失敗してしまったのはですね、まあ、ここの電圧を切り替えるところですね。まあ、この電圧を切り替えるところがですね、目的の電圧よりもですね、ちょっとだけ約 0.5V ほどずれていたんです。で、まあ、それはどうしてかっていうと、ここのチェナーダイオード、まあ、先ほどね、モデルを作りましたけども、そのモデルを作る前にですね、まあ、そのモデルをですね、
すごくいい加減なレベルで作っちゃったんですよね。まあ、そうすると、まあ、比較する電圧がちょっとだけ違いますので、まあ、切り替わる電圧がですね、少しだけシフトしてたということですね。まあ、そこを再調整したら、まあ、うまくいきましたということでしたね。まあ、これでですね、3V から 24V までプラスマイナスで出る非常に広範囲のですね、アナログ電源ができましたということですね。まあ、実験には重宝するんじゃないかなと思います。まあ、振り返ってみますと、シミュレーションするためにはモデルがなければいけないわけです。まあ、それでモデル探してこられればいいんですけども、まあ、なかなかそうは都合よくはいかないわけですね。そんな時にですね、自分でモデルを作るというふうなことができるようになると、まあ、大変ですけども何もできないよりもいいかなっていうふうに最近感じています。まあ、自分でどんな簡易なモデルでもいいですから、モデルを作るようになりますとね、まあ、いろいろ広がってですね、いいかなというふうに思います。皆さんもぜひですね、 LT スパイス上手に使っていろんな考察をしてみてはいかがでしょうか。